アザシトネ322日目でございます。まあ、今日もね、特に報告するようなことはないんだけど、まあ、一つ変わったかなというところは、この黒いマルチのところにジャガイモが植えられたらしいぐらいかな。茎ブロッコリーがすごいいい感じだな。これ取らなきゃ、取らなきゃ、取らなきゃ、取らなきゃ。いや、いいな。ちょっと早くに植えたらもうちょっと大きくなったのかもしれないね。冬の間にね、茎ブロッコリー、あとこれ草抜かなくちゃだねぐらいか。うん、ね、この辺の感じがすごい。食えるんかこれ、逆に伸びすぎて食えないのでは。はい、てな感じですね。てな感じです。アザラシの322日目、特にこう伝えることもないんですけど、あ、そうだ、国試に合格しました。うん、これは動画でもあげたんだけど、アザラシ農園の方でも言っておこう。なのでね、まああと4月ぐらいから働き始めるってことにもなって、いつまでこのお家でね農園ができるのかわかんないですけど、まあ、続けられる限りは続けていこうと思います。畝も立ててね、苗も植えていかなくちゃですね。とりあえず今週はこんなところで、ほんなまた。